植物による長時間はあんまりやらない方がいいです。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日はですね、腰水って言葉聞いたことありますか？腰水、聞いたことある方はいいねボタンをパチッと押してお知らせしていただければと思います。このね、腰水っていいの悪いのっていうお話をしていくんですが、そもそも腰水って何かっていうと、鉢皿にお水をためないようにしてくださいっていう言葉を聞いたことがあると思うんですが、植物によっては腰水、このね、これ例えばこれ鉢皿だとするじゃないですか。この鉢皿に入れてお水が溜まってても OK っていうものもあれば、ブブーダメですよっていう植物もあるわけです。あとね、ジャブッともこの辺までバケツとかにつけちゃったりとかっていうような植物もあるし、沈めちゃうなんていう植物なんかもあるので、そもそも腰水っていいの悪いのっていうお話を今日はしていきます。このね、動画を作ろうと思ったきっかけなんですけど、今もうね、秋っていう感じでね、秋、9月なんですけど、8月とかさ、水枯れしちゃってもうどうしようもないんだけどなんていう方に対して、あ、それはね、腰水をするといいよっていう、ネットの記事がありました。で、それをね、見かけて、おー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 と、まあ確かに時と場合によるよねみたいな感じで思ったんで、この動画でお話ししていこうと思ったんですけど、皆さんもこう律儀に鉢皿にこう植物が入ってて、お水ジャーってあげて、鉢皿にお水が溜まったら、こうジャッパーってこう捨てるじゃないですか。これね、ある意味正しいし基本的なやり方になっていきます。なので鉢皿の水捨てるっていうのは全然 OK なんですけど、鉢皿とかバケツにお水を溜めたまんまで OK っていう場合があるんですよ。で、そもそもじゃあ全ての植物に対して、この腰水がいいかっていうと、そういうわけでもないし、腰水につけっぱなしでいいのかっていうと、またね、これもいい場合もあればダメな場合もあったりします。この違いについてお話を深めていきましょう。結論から言うとね、結論ですよ、腰水、結論から言うと、植物によるケースバイケースなんで、この判断をねしていく材料だと思ってください。そして冬も腰水やってもいいものがあるんです。あるので、ぜひこれも活用していただくと、水やりがめちゃくちゃ楽になっていきます。で、腰水のメリットなんですけど、3つあります。3つ腰水のメリット。1つ目、鉢の中の温度が下げられる。これはまあ真夏の暑さ対策なんですけど、例えばね、この鉢がコンクリートの上にこう乗っかりっぱなしになってたら、コンクリートがね、日に当たってコンクリートが熱せられて、暑さがコンクリートの表面って50度ぐらいになるんですよ。それもうジュン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 、もう鉢の下からね、温度がこう上がってて、鉢が熱々、鉢の中の水もブックブクみたいな感じになったりするわけですね。その温度を下げることができます。まあ、どうやったってね、お水がたくさんあったら50度とかにならないんで、ぬるま湯みたいになってても、まあ50度ないですよね。なので鉢の中の温度が下げられるっていうのがまず1点。2つ目、種や根っこが浮かない。これどういうことっていうふうに感じると思うんですけど、例えばね、種まきをした鉢があったとします。種をプッ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 プで、上からジャーッとお水かけると、種がブワーってこう流れちゃったりするじゃないですか。あとは植え替えたばっかりの、根っこがまだ張る前の植物、お水あげてジャーッブワーって浮いてきちゃったなんてことがあります。そういう時に鉢皿とかにお水をためて、こうやってお水やりをすると、ずっとね、もう湿った環境を常にキープしたいっていう時なんかは、これでね、上からお水をあげるわけじゃなくて、下から土に水を吸わせてるので、種は浮かないし根っこも浮いてこないっていう、そういうメリットもあります。3つ目、自分が不在の時でも水やりの代わりになる。例えばね、夏に旅行に2泊3日で行ってくるんだけど、
水やりができないどうしようみたいな、ご相談をよくいただきます。これね、植物によってなんですが、もうバケツに水張ってね、その中にジャボーンってもう鉢ごとつけちゃって、それでそのまま放置しておくと2泊3日ぐらいだったら全然 OK という植物もあります。特に、ニューギニアインパチェンスとか、サマーインパチェンスとかサンパチェンス、この辺はね、根っこめちゃくちゃ強いし、水も好きな植物なんで、こういうことが可能です。で、お水がお湯になっちゃっても、まあ、外に置いておくお湯なんで沸騰することはないんですけど、お湯になっちゃっても、シュワーってしおれることもなく、高温に強い植物なんで、そういったお水のあげ方もできちゃうっていう感じですね。まあ、これも、一つ覚えておいてください。で、次に、腰水のデメリットなんですけど、これね、まあ、つけっぱなしにするじゃないですか。で、ああ、やっちゃったっていうことがあると思うんですけど、暑さに弱い植物に関しては、ぐったーっと水枯れみたいな症状になります。特にね、夏観葉植物、鉢皿にお水が溜まったまま忘れてて、ぐったーってなっちゃった方いると思います。2つ目、デメリット2つ目は、根腐れの心配がある。ずっと水につけっぱなしになると水分に弱い根っこっていうのはやっぱあるんですね。往々にして、ほとんどの植物がそれに当たったりもするんですけど、根腐れの原因になってしまってダメになっちゃうよっていうことがあります。腰水が使える植物、代表的な植物を今から紹介していきます。まあ、今ね、言ったばっかりなんですけど、サマーインパチェンスとかニューギニアインパチェンスとかサンパチェンス、そういったいわゆるそのニューギニアインパチェンス系のものは、まあ、夏の腰水全然 OK ですね。あと次に、ゴールドクレストウィルマ、これ意外と平気です。水結構好きなんですよ、ウィルマくん。で、真夏に、室内で、観葉植物みたいに育っている時に、もう下からね、鉢皿にお水をジャーって入れて吸水させて、鉢皿のお水がなくなるまでつけておくみたいな方法で水やりをすることも可能だったりします。これは、ウィルマー自体が底面吸水の形で、生産されていた場合のみ有効です。なんでかっていうと、根っこがね、なんていうのかな、底面吸水で育ったものの根っこの生え方と、上からでお水をあげ続けて、作られた植物の根っこの形と違ったりするんですよ。なので底面吸水で育てられたゴールドクレストウィルマ OK です。それから、もう一つが、底面吸水で作られたシクラメン、底面吸水で作られたシクラメンだとしても、底面吸水の鉢で出荷されるとは限らないんですね。で、底面吸水で作られたんだけど、普通の鉢で出荷されてくるシクラメンというのも中には一部あります。うちだと、矢沢さんのシクラメンがそうですね、うちで一番高いやつかな。あれはね、もうほんと鉢皿にお水を入れて吸水させていく。で、2週間に1遍ぐらいは上からお水をあげて下に老廃物を出してやるっていうような管理をすると、すごく管理が楽ですね。特にシクラメンって、水やりの管理がとても管をつかむまでがちょっと経験値を積まなきゃいけないような植物だったりもするので、そういった時に役に立ちますね。で、次にシンビジウム。これシンビジウムって、鉢がシューッとあって、上のところ、もうすぐシーズンなんで見ていただければと思うんですけど、上までこう根っこが出てきてて、上から水をあげても土がジャバジャバこう出ちゃう。バックチップみたいなのがダーッと流れるだけで、なんか水下に行ってる気がしないなっていうふうに思った方って結構多いと思うんですよ。で、あれはゴミ箱、長いやつですね、ゴミ箱とかバケツに水を張ってジャブンと30分ぐらいつけて、わーって引き出す、で水が全部落ちるみたいな水やりをするととっても良かったりします。腰水のメリットの部分でもお話ししましたけど、種をまいたばっかりのプラグトレイとか、種まきしたばっかりの鉢っていうのはつけっぱなしにしといて、ある程度こう湿らせておくといいよっていう話もしましたけど、そういうやつとか、あとお花屋さんがよくやってるんですけど、こういうね、たらいみたいな四角いこうケースというか、こうおけというか、トレイがそのまま入る、
ものなんですけども、まあ、それにですね水を張ってジャバッと、トレーに鉢が6個とか8個とかって入ってるじゃないですか。それをこうジャバッとつけといて15分とか20分ぐらいで引き上げて置いとくっていう水やりの仕方をしてたりします。これは群れに弱い植物とかって上から水をあげてしまうと上についてる花が落ちちゃったりとか、あとは株元上から水やって風通しが悪かったりとかすると株元がやっぱり蒸れやすいじゃないですか。でそれを防ぐために、仕入れたばっかりのやつを水やりするときはそんな風にしますね。やっぱり葉っぱがびちゃびちゃに濡れてるのって、お客さんが買うときにすごく嫌じゃないですか。なので鉢の中に水分を供給するっていう方法で使っていたりします。あとこれは腰水とはちょっと違うけどエアープランツを水にジャボーンとつけたりとか、あとは何だろうな、つけられる植物、まあ、観葉植物をジャブジャブっと沈めちゃう方なんかも中にいますね。シダ系の植物なんかには結構有効だったりとかしますよね。そういうような水やりをする方なんかも中にはいます。まあ腰水とはちょっと違うんですけど、全部全身埋めちゃうんで腰水とは違うんですけど、そういったことも可能だったりします。腰水をする際の注意点覚えておいてください。まず3つあるんですよ。1つ目、炎天下のところでこう腰水の状態にしといても意味がないよっていうことですね。炎天下だと、まあ、ほとんどの植物がバン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 日が当たって、下から水を吸わせても葉っぱからの、水分が抜けていくスピード、まあ、日が当たってこの表面温度が葉っぱの、ね、表面温度が上がっていくとここから、植物は水分を出して、まあ、常に水分出してるんですけど、ここから水分を出して、自分がね熱々になるところから守るっていう性質があるんですね。ただ水に浸かっているから大丈夫でしょって思うかもしれないんですけど、下からこう吸い上げるスピード、根っこが水を吸い上げるスピードよりもこっちの葉っぱから出ていくスピードの方が速ければ、いずれ鉢の中の水もなくなってしまうので、こうグダーと吸い上げ、まあ、スピードがね出ていくスピードの方が速ければグダーとなっていってしまいます。なので、この腰水、炎天下だからっていうことで腰水をするんだったら日陰とかにねこう移動させたりとか室内に移動させて、つけとくのがいいですね。で、これはほぼ全ての植物に言えるんですけど、長時間はあんまりやらない方がいいです。10分とか15分とか20分ですね。先ほど言ったシンビジウムとかは別として、腰水にして水をあげるのであればずっとやりっぱなしにするとダメよって感じです。でこのまま放置しておきたいっていう方は観葉植物とか、あとゴールドグレスウィルマとか育てている場合はこの鉢の大きさでこれぐらい吸ってくれるだろうなっていう量だけをじゃあ入れてあげるといいと思います。3つ目、これはねシクラメンに限る話になるかなと思うんですけど、シクラメンがぐだーって水あれをした時に腰水にしてしばらく様子を見たりとかするんですよ。で、つけておくと復活したりします。シャキーンって戻ったりします。でその時に1日2回水枯れしたら、2回それやればじゃあ復活するかっていうとそうでもないですね。この、まあ、裏技的な使い方というか強引に水を吸わせる方法っていうのは1日1回トータルで3回ぐらいかな、3日連続水枯れしたらまあまあ戻らないですね。1月に2回とか3回ぐらいだったらなんとかシクラメンの体力も持ちますけども、そうじゃない場合には意外ともう効かなくなっちゃって根っこの方が負けてっちゃって根腐れしていく傾向にあるんで、何度も何度も使える方法だとは思わない方がいいです。ということで、腰水のメリットデメリット、いいの悪いのっていうなんとなくこうイメージつかめましたかね。やってみようっていう方はぜひ腰水やってみてください。最後ちょっとお知らせなんですけども、フリア流お花の育て方大辞典、3巻セット、こちらご予約始まっております。もうすぐ、完成です。今が9月の半ばなんです。あ、もう半ばじゃないよ、20日だよ。ぼーっとしてました。敬老の日が終わった、翌日この動画を撮っています。興味のある方は概要欄を見ていただいてリンククリックしていただいて、そこにいろいろと
またリンク集がありますんで、そこから見てみてください、ということでね、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました、ぜひ腰水をチャレンジしてみていただければと思います。ということで、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また、この動画面白かった、役に立ったということは高評価のグッドマーク押していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。 Thank you.